アイキーさん、こんばんは。ちょっと音でかいかな。アイキーさん、こんばんは。待ってた、ありがとう。今日はですね、2019年9月の23日、22時50分ですね。1時間ぐらい喋ろうかなと思ってるんで、まったりやっていきましょう。よろしくお願いします。音声映像問題ないですかね。まったりゆっくり。バーガーありがとう。音大丈夫？ありがとう。いやー、なんかね、いろいろこう解決していきそうな流れですね。今までこういろいろ考えてたんだけど、つっかえてたものが取れていきそうな感じがしますね。こう新しい物語が。あ、キーさん全然いいですよ。あれ、キーさんってあのこの前ケイさんって俺が呼んでた人かな。あのサムネ設定したの、サムネ変えた？キーさんってあのこの前電話したキーさんかな。合ってる？あの1時間ぐらいスピリチュアルについて語り合ったキーさんかな。全然全然あの楽しんでいきましょう。どのキーさん？違うキーさんだったらごめんね。何でも質問してくれたら何でも知ってることは答えますよ。あ、キーさんか。キーさん変えたんだ。オッケーオッケー。じゃあキーさんよろしくね。うん、待ってくれてたんでありがとう。ありがとう。うん、何でも知りたいことは僕が知ってることでよかったら。罰金分割の意味が分かんないな。何の罰金ですか。何の罰金？略式命令、何の略式命令だろう。ちょっと 何の話か分かんないですね。鉄拳さんが何言ってるのか。何の話をしてるんですか。誰かと間違えてるんじゃないかな。そうだったんだ。ああ、いいよいいよ、全然大丈夫だよ。大丈夫大丈夫大丈夫だよ。気にしないで大丈夫だよ。刑罰ですか。ちょっと何言ってるか僕には分かんないですね。おお、みーすけお疲れ。元気？最近絡んでくんないじゃん。絡んでよ。どうよ調子は。お疲れ。仕事終わりかな。この BGM めちゃめちゃ癒されるよね。俺も好きだな、この BGM。 Me too だね、Me too。
いやなんかね、最近よくいろんな悩んでたことがどんどん解決していくよ。ちょっとしつこいんでブロックしますね。ごめんなさいね。ごめんなさい。ちょっとしつこいっすね。めんどくさいっす。ブロックしたくないんだけどね。めんどくさい。もう会話ができないのはつらいよね。昨日話していただいたようなことを思うと、質問があったら全然話しますけど、ね、みんなが聞きたいことをそれぞれ答えていくようなスタイルなんで、質問してもらえれば。いや、もう意味わかんないよね。全然意味わかんないわ。もう会話ができない人はちょっと無理かな。ブロック入れたくないんだけど、申し訳ないね。ちょっと、ここは病院じゃないから。何でも質問して。ここはね、心療内科の待合室じゃねえんだからさ。ちょっと話聞く気がない人はちょっと無理だよね。申し訳ないよ。 ちょっと申し訳ないね。まあ、いろんな人がいるからしょうがないよね。いろんな人がいるんだよ。 本人悪気はないんだろうけどね。しょうがない。しょうがない。いや、いろいろ冬の時代をこの半年間迎えたけど、いろいろ辛かったけど、なんとかね、こう乗り切れるだろうね。多分これからうまくいくよ。これから。今日はね、あれかな、なんだろう。1時間ぐらいで寝るかな。ちょっと起きてからずっと作業してたから、いろいろだけどね、こう使えてたもんがね、いろいろと綺麗になっていったんで、これからうまくいくような気がするな。ちょっと今日はね、こう転換期になるかな。急激な変化っていうのはないけど、上昇していくと思うな、これから。うまくいくと思う。ありがとう、嬉しいって言ってくれて、ありがとう。個人の問題はね、結構早めに解決してたんだけど、やっぱりその猫間ちゃんがね、結構うまくいってなくて、猫間が結構、どんな転換がある感じですか？まあね、猫間ちゃんが結構そのうまくいってなくて、で、塞ぎ込んでたんだけど、今日いろいろ話して猫まんがつっかえてたもんが全部取れた感じがしたから、これからうまくいくだろうなっていう。やっぱりコンビだとさ、2人がどちらかがダメだと両方ともダメになっちゃって、2人ともいいと倍3倍4倍ってどんどん相乗効果が生まれるものだから、自分の問題はねわりかし解決してたんだけど、猫まちゃんもようやくね心のつっかえが取れたみたいで、なんかこう自分たちのすることというか、自分がこうつっかえてた部分がつきものが落ちたみたいで、なんかこううまくいくなっていう予感がするね。すごく全部うまくいくよ。全部うまくいく。これから良くなっていくよ、みんな。でも予想してたことでは、そうだね、話し合うことも大事だね。すごく大事だね。あとはやっぱりその自分自身の中で腑に落ちるっていう体感が重要なのかな。自分がこうストンってこう腑に落ちる、納得する、分かるっていうか、大事だね。
静かに静かに見守ってたけど、なんかこう分かったみたいだね、いろんなことが。よかった。まあ本人辛そうだったから、ずっとね、この1ヶ月間ぐらい特に辛そうだったからね、こう見てらんない感じがあったんだけど、ようやくなんかこうストンと腑に落ちたみたいで、一皮むけそうだね。猫マはパワーが強いからね、こういろいろ今までほら生きてきた環境と全然違うね感じになっちゃってたから、戸惑ってた部分があるんだろうけど、ようやくなんかようやく腑に落ちたみたいだね。はい、ワード2、どうも。よかったよかった。神様のこととかも昨日話していて、自分の頭の中でも整理できたというか、すごくすっきりしてきました。あー、よかったよかったよかった。何でも聞いて。まあ別に神様に限らず、その悩み相談とかも受け付けてこうと思ってるから別に普通に生きてる人、神様は別に分かんないもんね神様の話すると神様いるのかいないのか議論になっちゃうから、もうめんどくさいよね。今日の部屋の色、紫色が強く出てますね。あ、そう？紫色感じる？そっか。自分のこともよく分かったかな、今回。別に悩んではいなかったんだけど、さてどうしてこうかなって思ってる部分とかもあって、まあリスナーさんとの向き合い方っていうのかな。結構ね、最近リスナーさんと DM したり LINE したりすることがすごく多くて、配信外で。で、今までその拒んでたわけよ、リスナーさんと対話をするっていうことを。だけどね、最近はね、その新しいリスナーさんとかも一件一件そのメールとかも読んだりとか、特にその今リンク貼ってあるオープンチャットでのやり取りを頻繁にやっていて、悩み相談とか質問とかを一個一個答えたりとか、記事を書いたりとかして、まあブログじゃないけど、そういうのをやっていく中で、どの距離感というかね、リスナーさんとどう向き合っていって、何を求められてて、どう接するべきかみたいなことをね、ちょっと模索をしてたんだけど、今日答えが出たね、自分の中でもね。なんか今までそのアンチ化してしまった人の心理とかもよく分かって、まあ、なんていうのかな、すごくいい経験だったかな、自分の中では。答え出たね、自分の問題も。悩んではいなかったの。今までは結構悩んでたんだけど、今回は、さてどうすっかな、みたいな、様子見だな、みたいな感じだったのが、なるほどみたいな、ストーンってこう、あ、リスナーさんとはこうやってお付き合いしていけばいいんだっていう、だんだん見えてきたな。まあ、仕事のこともそうだし、アートワークのこともそうだし、リスナーさん配信だよね、リスナーさんとの人間関係もそうだし、全部一応の答えは出たかな、自分の中で。なんかうまくいきそうな気がしますよ、僕は。何を求められてたのかがだんだん分かってきたって感じかな。あ、これを和道ってみんなこういう風に見てたんだね、ふむふむみたいな。あ、これをしてほしかったんだ、ふむふむ。あ、分かってなかったな、ごめんねっていう感じかな。いろいろ見えてきたよ。なぜ見えなかったのかっていうのが明確に分かったからね。それはやっぱり自分がこう見られたいっていう欲があったからだよね。で、その欲は取り払われたわけですよ。自分がこう見られたい、自分がこう思ってほしい、自分をこうしてほしい、だからこれが気に入らない、あれが気に入らない、
それってでもさ、見てる人からしたら関係ないわけですよ。見てる人からすると和道がどうされたいかなんか俺らは知らないっていう。だからその主観と主観、和道っていう主観だけで物事を語っちゃうとリスナーさんも主観で語るわけだから、主観と主観ってぶつかるよね、やっぱりね。でそこがなんか今ストンと腑に、ね、自我っていうものがなくなったから、自分をどう見られたいっていうのがなくなってフラットな状態だから、ものすごく客観視してできてて、あ、なるほどなーって。リスナーさんはこういう和道でいてほしいんだな、じゃあこの和道でいてあげようっていう。それは遠くに行くわけでもなく、距離を詰めるわけでもなく、みんながこうでいてほしい和道っていうのを、だから俺はおせっかい焼きだったから、こうしてほしいって言葉で言われた時にもっともっとってこう手をかけちゃったりとかしちゃうんだけど、まあそれってさ、まあ自分の放送でもよく言ってるクソバイスに近いんだよね。お腹いっぱいになっちゃうんだよね。あのそれは悪い意味でじゃないんだよ。本人にとってもいい意味で関係性は成り立つっていうか、距離感がすごい深いところで成り立つんだけど、逆に言ったら全員に対してそう、あの全員に対してそういうゼロ距離っていうか深くコミットしていくっていうことはできないわけじゃん。だから誰かにコミットしてるとき、そうコミットを過去にされた人からすると急になんで俺に冷たくしたんだっていう現象が起きちゃうんだなとか思って、なんかねそれはすごく感じたね。なんか人間関係のそのバランスっていうのが取れてなかったなと思ってて、なんかこうそうじゃなくて、そのなんていうのかな、助けを求められた部分に関してはこう手を差し伸べたりとか求められたことをすればいいのであって、それ以上のことっていうのは逆になんかこうヒーローになりたいっていう自分の願望みたいなものを押し付けちゃってるから、で瞬間救われたらその時はいいのかもしれないけど、やっぱりその前回はそうしてくれたのになんで今回はそうしてくれないんだろうみたいなことって絶対生まれちゃうじゃん。まあその恋人の関係とかもそうだけど、好き好き好きってこう愛し合ってるうちはいいんだけど、一旦そのちょっとそうじゃない瞬間があった時なんでってなるよね、やっぱね。なんでそばにいてくれたのに離れちゃうのっていう。だからそこら辺のなんか距離感みたいなものっていうのは自分の中でもうちょっと考えないといけないなっていう。みんなが幸せになる仕組みっていうか、みんなが幸せになる距離感っていうか、みんなが求めてる和道をしっかりとやっていかないとなっていうね。みんながこうあってほしい和道っていうのをしっかりとやってこうと思ったね、うん、救いたいっていうことも、他人を救いたいっていうこともまた、他人を救うっていうこととは別に、救いたいっていうこともまた欲望なんだよね、うん、俺が救いたいってなっちゃうと、本当に救いたいじゃなくて俺が救ってあげたいになっちゃうと、それは救ってあげることにコミットしてるんじゃなくてヒーローになることにコミットしてるってことだからね。なあ、その辺がよく分かったね。全人類を救うことっていうのは物理的にやっぱ不可能だから、負荷がかかっていくから、まあダメだよねそこはね。仕組みシステムで解決するんだったらまだしも、
だから今回思ったのが、世界で起こってることと自分で起こってることを分離しなければいけないって。わりかしその例えば世界が平和であってほしい、世界は平和であるべきだっていうことと、俺が平和に しなきゃっていうことは別の問題、ね、僕はずっと世界がこうあるべきだっていう問題と、自分が世界をこう、じゃあ自分がこうしなきゃっていう考えを、客観と主観の問題をリンクさせてしまっていて、で世界がこうあるべきだって思った時、じゃあ私はこういう行動をしなきゃっていう風に生きてきてしまっていたんですよ。でそうするとですよ、まあ世界っていうのは僕の都合で生きてないから、みんながみんなそれぞれの やり方でそれぞれが動いてるのが世界だから、だからどうしても自分に反動が来てしまうよね。だから自分がどうするべきなのかと、こう世界、まあ自分から外の世界って意味なんだけど、それはなんかこうグローバルで世界のことを考えてるとかそういう意味合いではなくて、自分の外の問題ね、自分の外の問題っていうのは明確に切り分けていかないとなっていうのをものすごく感じたね。まあさっき言った通りで、世界が平和に なるべきだと思う、世界平和になってほしいと思う、じゃあどんな行いするのかっていう時に、自分が世界を平和にしようだとダメだっていうね。それが今出した、今日出た結論かな、今日出た結論ですね、自分が思ったのは神について語っている、それだけでそういうことを素直に聞こうとしない人は反発していきますよね。でもそれは知りたい気持ちの裏返しで優しさに飢えてるんだと思いました。いやーね、やっぱりさ、あの、いやー、まあ、いやー、ストレス溜まってんだよね、みんなね、みんな疲れてるし、みんないじめられてるんだよね。で誰かにいじめられて、誰かに何か悪いことをされたから、こう誰かに当たりたくなるよね、やっぱね。でまあさっきの話で言うと、その話もつながっていて、まあ誰かからこう言われのないことを言われたとしよう、例えば。でその時に分かるわけじゃない、その人かわいそうだなとかさ、その人誰かに意地悪されてて心がすさんでるんだなっていうのは、今だったらまあ僕は明確に分かっちゃうんだよね。で今まで分かった時っていうのはさ、そうじゃないんだよって、自分がそう言っちゃってたんだよね。いやあなた間違えてるよって、あなたこうした方がいい生き方になるよって、それをやめようって思ったかな今回。なんでやめようかって思ったら、その人からしたら憂さを晴らしたいんだよね多分。いやだから誰も聞いてくれないんだよ、俺しか聞いてくれないんだよね多分。だから俺に八つ当たりしたいわけじゃんね。いやだからそうか、聞いてあげるしかないんだよね。そうそう、良かれと思って、そのもう良くなる方法論とか答えが必要じゃないんだよね。そう、その人にとっては誰かに聞いてほしくて、誰もいないからなんだろうなっていう感じかな。寂しいけどねそれは本当は。でも本人が気づきを得ない限り、本人は変わらないんだっていうことじゃん。人間って正しいことでも誰かに言われて
ってね、どんなに正論でも誰かに言われてもダメなんだよね。その扉は自分で叩かないと、答えは自分で手に入れないと本当の答えにならないんだよね。どれだけ正しくても本人が主体的に自分の中の答えを出さないといけなくて、だからそういったことかな、そういったことを考えたかな。結論はね、出てるんだよね。でもほら、今の話だとさ、こう明らかにその怪我をしちゃうなとか、このままだ辛いままなんだよなっていうパターンってあるじゃん。いや、例えばさ、和道さん聞いてくださいって、例えばだよ、例えばの話、和道さん聞いてほしいんですけど、あの私はあの、DV をされてるんですと。で、和道さん話聞いてよって、どうしたらいいですかっていうケースって配信やってると多いじゃん。で、俺が今までやっちゃってたのは、どうしたらDV がなくな、いや別れた方がいいよって話すんだよ。どうしたら DV されないかって。違かったんだよね。彼女はどうしたらいいですかって言いながら自己肯定をしてほしかったんだよね。君は悪くないよって、辛いねって、大丈夫だよって、うん、あの俺らからするとさ、それってさ、それ根本の解決になってないよって客観視すると思うけど、本人からすると実はそれが一番いいんだよね。で、彼氏と別れるか別れないかっていうのは本人が決めることなんだよね。で、他の人に言われたくないんだよ、どんなに正しくても。わかる、このニュアンス。そう、答えはその彼氏にぶん殴られても居続けるっていう選択をするのか、いやもう本当に殴られたくないから別れるっていう選択をするのかっていうのは本人しか出せないんだよね。で、僕が配信者としてまあできることっていうのは話を聞いてあげるだけなんだよね。そういった感じかな、ニュアンス的には。今回その自分が考えたことっていうのは、まあみんなをこう、なんだろう、うん、癒してあげたいなって。正論は人を傷つけるんですよね。正直なこと、正解、真実は人を傷つけますね。なんでかっていうと、本当は知ってるからなんだよね。知ってるけどどうしようもないから悩んでるんだよね、みんなね。本当はどうするべきか知ってるけど、それができなくて悩んでるわけだからね。でもやっぱ答えは自分で手に入れないとダメなんだなっていうのは思ったな。自分が答えを出すことはできるじゃん、俺自身が。だけど人の場合に答えを与えること、人に答えを出してあげることが必ずしも正解ではないっていう感じだね。もちろんその手助けをしたりとか話を聞いてあげることはいいことだけど、答えを強制することはどんなに真実でも間違ってることなんだなっていうね。そうそう、正しくやりたいんだよ本当は。みんな正しくやりたいし、優しくしたいし、優しくされたいんだけど、優しくできないし、優しくされないし、やりたいんだけどできないから悩んでるんですよ。みんな優しいの本当は。ナンバーワンキャバ嬢もそれ言ってた。的確な答えより相手がどう、そうそうそう、相手がどういう答えを求めてるか表情で汲み取る。だから答えを出してあげなきゃって今までは思ってたわけじゃん。この人がより良くなるために最善の答えを出してあげるのが俺の役割だと思ってたけど、それは俺の欲望なんだったんだなっていうね、今まではね。それはそういう自分でありたいっていう欲望じゃん、俺の中での。結局その正解をくれる和道でいたいっていう俺自身の欲の問題だから、それは破綻するわな。
来ない。話聞いてあげればよかったんだよね。受け取ってあげればよかったんだよね、最初からね。大人になっちゃったね大人になっちゃったね大人になんかなりたくなかったのにね。大人になったね、和道ね。まさかの和道が大人になるタームが来ると思わなかったよみんなびっくりだよね。俺もびっくりだよ。今まさにそうだなって思ったね。やっと慣れた。いや、なりたくなかったですよ、大人には。でもこだわりを捨てる時が来たんだね、ついにね。こだわりがあるから苦しむわけだからね。うまくいかないよね、こだわってたらね。だから多分神っていうのはみんなに与えられた正しい答えを持ってる何か根源的な良心みたいなものなんだろうな。そこを深く深く入って潜ってそこに行くと、まあ心の奥の奥の奥の一番奥の方にある良心みたいなものなんだろうな。まあでもその大人にならなくて子供のままでいるっていう魅力もあると思うよ。なりたいピーターパン、まあ配信者はそうだけど、やっぱ子供みたいな、だからみんな惹かれるわけじゃん。この人子供みたいだなって、中学生みたいだなとか小学生みたいだなって思って楽しむわけじゃん、みんな配信を。私にもこういうことあったなって昔っていう。だから配信はやっぱり子供の方がいいんじゃない。悪い意味じゃなくて、子供でいられるっていうことはいいことじゃん。だから大人になることが正解、子供になることが正解なんじゃなくて、それぞれにいいことがあるんじゃないかな。子供みたいに、少年みたいにキラキラ目をしてて、本気で泣いて本気で笑ってるのも素敵だからね。かっこいいよね。頭が良くなってくるとね、いろんなことを知っちゃうからね、経験してね、時間があるとね、選択肢が増えちゃうからね。子供は選択肢が本当は無限なんだけど、今その瞬間、経験値がない分、今その瞬間瞬間にねフォーカスしてるから、やっぱいいよね。危なっかしいけど
やっぱいいよね、こう今を生きてる感じがするよね。とてもうん、素敵な生き方だね。本当は時間なんてないからね。自分と向き合うこと、そこに答えがあるのに、大人になると社会が見えてしまって、その考え方が問題。客観的な観測ができるようになってるからね、人間っていうのは。良くも悪くも。だから客観視したままか主観的なままかだったら、多分まあそれぞれにメリットデメリットあるけど幸せだとは思うの。だけど一番厄介なのは、主観で物事を語れなかったり客観で物事を語れなかったり、そう行ったり来たりグラグラする時が迷う時だと思うの。そこが割り切れない時っていうのかな。客観的に見るとこれが正しいんだけど私はこうしたい、ずれてるみたいなみんな分かってくれないみたいな分かる、どうしたらいいんだみたいな、多分そういう時人は悩むんだろうね、うん、この世はね幻っていうのはね本当に思ってますね。ていうかまあそれはね例えじゃないんだよね、本当に幻なんですよこの世は。でその幻っていうとなんか夢っていうかさ、ぼやけたものみたいに思っちゃうけど、そういうことじゃなくて、もっと目がさ これくらいのみんなが生きてるリアルだ、これが全てだ、こんな臨場感あるんだって思ってる遥か先をがあるんですよっていう。でそこから帰ってくると、そこからこっち側に帰ってくると、すげえぼやけてんなみたいな全然リアルじゃねえわみたいな、なんかそんな感じだね、全然幻じゃんみたいな、一部、うん、俺なんていないし俺なんていなかったんだって、何を大事にしてたんだろう今まで、私っていう、みんながみんな最後に大事に大事に取っていく、最後の最後を突き詰めると命でしょ、生きたいっていうことでしょ、その生きたいっていう本能が自分という幻を作っちゃったんだね。で死ぬのが怖くなくなると自分がいなくなるんだよね何をこだわってたんだ、みんな俺じゃんって、俺はみんなだし、
俺なんていなかったんだよ。何かの例えとかそういうことじゃないですね。難しい話じゃないですよ。ただ単に自分がいなくなるっていうことと差がなくなってるんで、みんなは僕だし、僕はみんなだしっていう、どうでもよくなるっていうことではなくて、みんなはみんなとか過去の自分もそうだったけど、自分がやっぱ一番大事じゃん。どう考えてもよく見られたいし、お金持ちになりたいし、女の子にモテたいし、でも自分なんていなかったらねえ、見栄を張る必要もないしって感じかな。小さい頃からの不思議体験、友達だと思ってた人がいて、好きなお兄ちゃんがいて、おばあちゃんの実家でよく遊んでるお兄ちゃんがいて、1ヶ月ぐらい思い出がいっぱいあって、元気にしてるかなと思ってばあちゃんに、このお兄ちゃん元気してるって聞いたら、そんな人いなかったこの世にそんな人存在しなかったっていう俺は一体誰と遊んでたんだっていう。あとまあそれに似た話はいっぱいあるね。ここにこの建物あったよなって明確に記憶があるのに、そんなもの存在しないとか、そうですね、自分がないですね。働いてもいいかなっていうか、なんだろう、働いてますしね三越さん、そもそも論働いてますしね。何でもやればいいんですよ。あと不思議な体験は、赤ちゃんの頃これ母親に聞いたんだけど、お年寄りによく拝まれたらしいね。すれ違うすごい老夫婦のおじいちゃんとかおばあちゃんが、なんか手を合わせる、時々手を合わせることが数回あって、その抱っこしてる俺とか物心つく前ので、それが不思議だったっていう話は母親から聞いたことはあるね。本当かよと思ったけど、あとは放送では言えないかな、オフ会とか別なんかリアルでしか話せないことばっかり。もうこれ以上話すとただの病気の人だから、この話だけでも病気の人なのに、放送でこれ以上話すともう ただの気遣いになっちゃうからやめとく。話せないことが多すぎる。
ありがとうございます。自分っていうこだわりはあんまりないですね。画が強くていけるところってたかが知れてるんだよね。勢いでいける部分っていうのはあるんだけど、絶対行き詰まるね。夢ないですよ、そんなもん。だってこの世界夢ってずっと言ってるじゃないですか、みこさんそんなもんもうないですよあるわけないですよ、うん。夢は寝てるとき見ればいいんですよ。ないです。僕今リアルタイムで夢の中なんで大丈夫です。今に満足してますよ。だからその和道さんなんてのはいないからね、みこさん死にましたから。うん、そんなもの最初からいなかったんですよ。見えますね。マトリックスみたいなもんかな。本人はリアルだと思ってるけど、目が覚めてみたらただのコンピューターが見せてる夢だったっていう感覚かな。そうでしょうね。そう見えるでしょうね。そう見えちゃうんだろうな。いいんじゃないですか。そう見えちゃっていいんじゃないですかね。うん、つまりそういうことですよ。どう見えるのかっていう、外の世界で起こってることと自分が、あー、ランさん花火ありがとう。花火ナイスー、ありがとうございます。いや、まさにさっきオープニングで話したこととイコールですよね。そのどう見られたいかがないんですよ。もう今まではどう見られたいかっていうのと
どうしたいのかがずれてたわけじゃないですか。もうどうしたいかしかないですから、どうすべきかとかどうしたいかとか、その内的な問題とどう見られるのかっていう外的な問題があるじゃないですか。そこの分離っていうのがうまくできてますね。そう、誰が何を言ってもいいし、誰が何を思ってもそう見えるんだとしか言えねえ。そうじゃないって言うからおかしくなるんだよね。いや俺はこういう人間なんだって言うからさ、だってその人はそう見えてるわけじゃん。そんなのは現実逃避だよって言いたい人はそうなんだって、そう見えるんだねで終わりだからね。もう、もちろんフラットに見えるようになったのはそうですね。まさにそうですね。だって個人が抱えてる問題と、まあ世界が抱えてる問題は、例えばキーさんと僕の問題って多分根源的には一緒なんですよ。その僕がその人間だった頃、その悩んでたこととキーさんが今悩んでることっていうのは多分似てると思うんですよ。でもある瞬間あるものを手に入れると、っていうかそのまずそのこだわりを捨てないと神に会えませんよ。神に会うってこだわりを捨てるってことですから、神になるってことこだわりを捨てるってことですから。そう思いません？何かにこだわっていて普遍的なものに到達できるかって言ったら、僕は到達できなかったですからね。まあ無理ですよね。だから神に会ったからそういう風に感じたとも言えるし、我欲がなくなったから神に会えたっていう、その2つの捉え方、卵が先なのか鶏が先なのかっていう話、矛盾してるように見えるけど、いや卵も鶏も同時なんだよね。本当はそんなのないの。自分が我欲を捨てたから神に会えたとも言えるし、神に会ったから我欲を捨てた、順番なんてないの。両方とも同時に起こってること、それが六層の世界ですね。何のこだわり？いや、だから自分を大事にしようとか、その自分っていうものを守ろうっていうことを捨てたっていうことかな。こだわりは一人一人にあるもんじゃん。何にこだわってるのかっていうのがその自分らしさだと思うの。恋人を好きっていう自分とか、仕事を一生懸命やってる自分とか、なんか人それぞれだと思うので、大事にしてるものって、その大事にしてるものを手放していけるかどうかかな。何もないってことですからね。誰でもないってことですからね。我欲ですね。だってアイデンティティとかレゾンデートルとか、自分らしさとか自分そのものってそういうことですからね。で、世界を平和に考えるって、全員が全員全員のこと考えてる状態だからね。私は捨てられないです。まだまだ死んでやりたいんです。楽しんでやりたい。いや楽しいっすよ、今めちゃめちゃ楽しいですよ。なんか欲望はいいわけでは、あんまり僕にとっては、なんかこう欲に駆動してやってるって、なんか夢中って辛いことやって、その辛さの反動でなんか飴もらって、で今度飴の味が忘れられなくて辛くなるの繰り返しだった気がして、わかるかな。なんかその飴を食ってる瞬間はすごく気持ちいいんだけど、その後ムチ、飴の反動でムチが来るわけじゃん。なんか
そういうのにすごく疲れちゃってて、なんかそれを繰り返していっても大きな、なんか飴がケーキに変わったり、なんか高級スイーツをフォアグラとかフェラーリとかどん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 でかくなっていくけど、その分辛くなっていくだけだなと、このゲームを追いかけていくとっていうのは見えてたから、 それが好きな人はいいんだろうけど、そこのゲームは多分僕嫌いだろうなっていうの分かってたから、無の世界じゃなくて神様に会いましたね。自分らしさっていうのは絶対にありえないと思ってます。自分らしさなんて本当はないよ、ただの人間だからね、ここにいる全員だから。優しく寄り添わないといけないんだと思うな。すげえ遠くから見たら地球人でしょすげえ遠くから見たらキーとか和道とかみこしとかないでしょ、少なくとも地球っていう単位で見たら日本人ぐらいでしょ。日本人の 30代の男ぐらいでしょ。和道とかないからねそもそも和道もキーも地球人でしょ、多分太陽とかから見たら。もっと遠くから見たらなんかいるなみたいななんかだよねそういうことっすね。なんでもないですよ、ワドなんていないんですよ、そんなもんそんなもん、そんなやつはいなかったんですよ最初からそんなもんは最初からいない。いると思い込んでたんだろうね、いると思い込んでたし、いて欲しかっただけなんだろうね、だから苦しかったんでしょう。そう全然関心ないよ。なんかね、ツイッターに投稿されてたのがすげえ面白くて、ツイートされてたある一文がすげえ面白くて、皆さんフォロワーさん2000人いらっしゃいますかって、すごいですねって、あなたは2000人もフォロワーがいるのでね、とんでもない影響力を持ってるんですよっていう文章の、ほうほうと。で続きを読んでたら、2000人いるっていうことはね、あなたは学校の校長先生ぐらいの影響力を持ってるんですよ、なるほど、俺は学校の先生ぐらいの影響力持ってる人間なんだって。また続き読んだら最後のオチが、そうです、学校の先生と同じぐらいの影響力なんで、あなたの話は誰も聞いてませんって書いてあったまあそういうことだよねって校長先生の話、学校の校長先生の話って誰も聞いてないよなって、すごい影響力だよね。延長しますか、じゃあ。はい、了解です。じゃあランさんのご希望でもう少し喋りましょうか。他人って自分が思ってるより関心ないんだよね。自分が関心持ってほしいだけなんだよね実はね最後面白かったね。じゃあ己が神だったんだ、自己心にあったんだ。まあ神に会うっていうことと神になるっていうことにそんな差はないですよ。校長先生はだから簡単だよ、コーク。校長先生の話なんであんなにつまんないんだろうね、しかも長いしって体感があるわけでしょ。それ話簡単だよ。校長先生は1ヶ月間誰も話聞いてくれないんだよ普段。ニコニコ手振ったり挨拶したりするだけじゃん。偉いから学校のトップだから誰も話聞いてくれないんだよ、部下もだから1ヶ月に1回全校生徒の前で話すやっと来たチャンスなんだよ、溜まってるわけよ1ヶ月間やっと来たと俺の話をみんなが聞いてくれるって。なんか校長先生という自我だよね、校長先生という我という我欲だよねが爆発するんだよ。
で、それが爆発するからみんな聞いて、さらに聞いてくれなくなるわけよ。いやだからもうそういうことでしょ、俺が体感した差、今回そのこうしていくべきだっていうことって。だからこうしたいって、そうそう、承認欲求があるから誰も聞かない、つまんない話になるわけじゃん。だから結局みんなにこういう風になってもらいたいっていう風なものを、つまらないかもしれないけど演じた方がみんなは幸せになれるって話でしょ、うん、みんな元気に学校来てね、仲良くね、終わりって言った方が、おお、いい先生だなってなるわけじゃん、響くわけじゃん。みんなで元気に過ごそうね、困ったことがあったら校長室来ていいよっていう方が、でそれでパッて話を終わらせた方が先生のとこ行くと思うんだよ俺。校長先生話聞いてっていう生徒来ると思うんだよね。完成ありがとね。そうじゃない、そんな聞きたくない話聞かされたらさ、生徒もうんざりするんだろ、だからまあいいんだよ、好きにやらすときゃいいんだよ。なんか騒いでたりキャッキャしてるのを、おい話聞きなさいってやるからおかしくなるんだよ。やらすときゃいいんだよ、どうせ話聞かない、聞いてねえんだから。校長先生は校長先生の仕事すりゃいいんや。給料高いし。いつもアイテムくれるな。優しい人好き。いやリスナーさんとかでもすげえ優しい人とかいんの。この人ほんと人間よくできてるなみたいな。なんであんなにクズな状態なのに応援してくれたんだろうとかいるもんな。世の中には優しい人いるんだよな、不思議。優しいよな、多分心が綺麗な人なんだろうな。心が綺麗な人に幸せになってほしいって今まで思ってたけど、逆だから、まあじゃあさっきのさ、神に会ったと神になった、もしくは神に会ったからこういう考え方になったのか、こういう考え方だから神に会えたのかっていうさ、そのどっちが先理論みたいなのと一緒で、それはだから簡単だよ。アイテムくれるような、よくしてくれる人、幸せになってほしいってこっちが勝手に思ってたわけじゃん今まで俺。逆逆、そういうことじゃないって、幸せだからよくしてくれるんだよってイコールじゃん、このニュアンスわかる？これだとわかりやすいでしょ、なんか矛盾してないじゃん、言ってる意味伝わるかな。だからアイテムよくしてくれました、優しいな、優しいから幸せになってほしいなって今まで言ってたじゃん俺。違うんだよ、そもそも優しいから、幸せだから配れる人だし、配られてこっち側の主観で、いやこの人を優しくしてくれたから幸せになってほしいなが同時に起こってるわけじゃん、わかる？このニュアンス。だからどっちが先かっていう議論をしても意味なくて、それは同時に起こってるんだよって、まさにこのアイテムくれた時の今の感想とかがすげえなんか近いなって思ったの、体感しやすいっていうか。だからそのさっきのアンチコメに対するその対応について今日答えが出たみたいな話もしたじゃない、アンチコメだけじゃないんだけど、本来もっともっとリスナーさんとどう付き合っていくのかみたいな問題で、例えば俺に八つ当たりしてくる人、俺はこいつ嫌だな、こいつ
やめてよって言うんじゃなくて、ね、もしくは不幸になれって言っても意味がなくて、そもそも誰かに意地悪されて誰かにうさが溜まってるから俺に嫌なことしてくるわけだから、そいつはもうすでに不幸なわけじゃん俺が願おうがみんなが嫌だなって思うとかもう関係なく、これから不幸になれとかならないとかじゃなくて、不幸だから誰かに不幸を伝染しようと思ってるわけですよ。だからどっちが先かとか、どうだからどうなったとかじゃないんだよね。もうまさにその状態としか言いようがないんだよ。そうなってしまってるとしか言いようがない。で、今まではそれをきれいにしなきゃとか、どうあるべきだっていう考え方で、じゃあ自分はこうしようってなるから反動が、しっぺ返しが来るわけですよ。だけどその自分がどうしようみたいなものを切り分ける、みんながどうかっていう問題と自分がどうかっていう問題をバッサリ切り分けると、まあまあ楽だよね、みんなも俺も。まあいい距離感だよね。だって争いが絶対に起こらないからね、例えばそのなぜその八つ当たりをしてしまうリスナーさんがいるのかっていう問題、その本当の原因がさ、例えば毎日会社の上司にいびられてるっていうのが本当の原因だったと仮にするじゃん。あのね、楽しいっていうか、そこがね誤解だな。苦しみがない、苦しみがないが正解。だからさっき言った今までの俺は苦しい苦しい、でもいつか飴がもらえる、で飴を舐めた時に苦しかった分飴がすごく美味しい、だけど飴、その飴を舐めてる瞬間はいいのよ、パチンコで当たってる状態みたいな感じだけれども、長い目で見たら飴の味を知ってしまったから、また次がさらに苦しくなる。で結局飴に飽きて飴からケーキに変わったりとか、なんかタピオカに変わるだけで結局苦しんでいくわけですよ。そうじゃなくて、その苦しみがないって感じかな。もう究極に リラックスして穏やかっていう感じかな。だからその楽しいっていうか、安らいでいて心地いいとか安心とか、そういう感じかな、ニュアンスで言うと。刺激エキサイティングではないよ。だから飴舐めるのを求めて苦しいので、飴舐められたらエキサイティングじゃん。そういうのはない、そういう楽しさはない、ね、だからだけどその安らぎとか安心とか苦しみが一切ないみたいな感じかな。それは三越さんが人間できた人だからだよ。だけどだよ、三越さんは人間ができてる人が、俺には八つ当たりしないけど、でも自分はいじめられてるっていうのは溜まっていくわけじゃん。わかる？コツ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 溜まっていくわけじゃん。それはいつか爆発するよね。病気なのか、その人間関係なのか、その上司ぶん殴っちゃうかわかんないけど、何かしらでどっか破綻しちゃうと思うの。アルコールに溺れちゃうとか、なんかそう溜まって、その許容範囲がパンって溜まっていくわけだから、楽っていうか心地いいっていうか、なんだろう、安らぎっていうか、なんだろう船の上でプカープカーっていう感じとか、ゆりかごに揺れてたりとか、なんかそのリラックスしてる感じだね。リラックスしてて、だからニコってあこんにちはみたいなすれ違った時にいい感じのなんかニコニコした人の、あーどうもこんにちはみたいな、今日天気いいですねなんてわかる、あーいい天気ですねっていうね、あそこに花が咲いてましたよつって、何の花ですかって、いやそれは分かりません、素敵なお花でしたよって、あそうですか素敵ですね、いやいい天気ですねって、そういう感じエキサイティングではないでしょでも誰も傷つかないし、誰も苦しまないし、あの幸せだよねわかりますか、ああそれだったらすごい嬉しいですね。なんか三越さんがね、会社で嫌なことあって
ねえ、もうやだなって思ってるのをね、配信見てね、こうストレス解消になってたらいいよね。それこそだから、こんにちは、みこしさんって。あ、ワドさん、こんにちは。今日天気いいですね。そうですね。あそこに花が咲いてましたよ、ワドさん。あ、そうなんですか、みこしさん。なんていうお花が咲いていたんですか？それはわかりません。でも綺麗なお花でしたよ、ワドさん。そうですか。いやー、いい天気ですね。っていうね。っていうテンプレートだから。ちょっとラリってるのかもしれないですね。ちょっとラリってるのかもしれないね。いいですね。いいですね。サンドイッチ食べます？って。 今朝天気が良かったので 散歩しようと思ったんですけど、サンドイッチ多く作っちゃったんですけど、お一ついかがですかって。あ、どうもマキちゃん、こんにちは。いい天気ですね。あ、あそこに花咲いてたんですか、マキちゃん。なんていう名前のお花が咲いてたんですかって。 知りませんけど、綺麗でしたよ。あ、そうですかって。いい天気ですねって。 まあまあ、そういうことですよ。仏には会ってないですかね。ああ、いや、その先の話ですね。もうそれ、AM さんが話してるのも3月の末の情報ですね。9月にもうバージョンアップしたんで、もうバージョンアップ6回ぐらいしちゃってるんで、ちょっと情報が古いですね。仏に会った話はもう3月の末の話で、もう神、まあ仏教でいうとこのダルマですね。最近その話題ですね。最近私、神様って呼ばれてるんですよ。もうどうでもいいよね。だから不思議だよね。スーパースターとして扱われたいっていう和道がいたわけじゃん。でも全然スーパースターとして扱われなかったわけじゃん。悩んでたわけじゃん。で、和道なんていなかったからだよね。で、和道なんていないんだっていうことに気がついたら、リスナーさん、俺のことなんて呼び始めたかって言ったら、神って呼び始めたんでしょ。 和道の頃はどうしてもちやほやされたくてしょうがなかったのにね、それをもういいやって、もう天気の話したいって、サンドイッチ配ったりとか、お花が綺麗な会話したいって、もういい、和道なんていらないってなった瞬間、神って呼ばれ始めんだよ。 今まで散々ね、神って呼ばれたくてさ、ずっとやってたのにさ、どうでもよくなったら呼ばれんのっつって、よくわかんないねって。まあまあ、だってねえ、いいですよ。平和ですよ。ああ、ねえ、花の方に歩いていったら、ああって、こんにちは、いい天気ですね。って、こんにちはって、何されてるんですかって、絵を描いてるんです。はあって、何を描いてるんですかって、見せていただいてもいいですか、どうぞって、これは何の絵ですかって、私にもよくわかりませんって。あ、そうですかって。しかしいい天気ですねって。そうですねって。では、私は名もない花のところに向かいますって。あ、そうですかって。私はなんだかよくわからない絵を描いてます。で、また花の方にこうファーって向かっていったら、なんか素敵な音色が聞こえてきて、ちょっと立ち止まって、いい天気ですねって曲が終わったら、ミュージシャンも、あ、いい天気ですねって、なんか素敵ですね、なんていう楽器なんですかって。いや、なんていう楽器とかは特にないですけど、あ、そうですか、なん不思議ですねって、不思議ですねって。で、私は名前がよくわからない綺麗な花が咲いているということなので、ちょっとね、そちらの方に向かいますので。あ、そうですかって。 そんな感じですかね。次のバージョンアップか。しばらくはこの感じでいきたいな。しばらくバージョンアップの予定ないね。
1週間こんな感じだったから結構好きだね、ここのバージョン。今のバージョン、バージョン6なんだけど、今ワド監督バージョン6ぐらいなんだけど、バージョン6結構気に入ってるね。いや浅井さんってだからそういうことだからね、ホームレスがいて雨に打たれてるホームレス見たら、ああかわいそう、お布団あげようって言って頑張ってねって頑張りますっていう、で腹すかせてるホームレスいたらご飯弁当配って頑張ってねって頑張りますって、それだけだからね。幸せだよな浅井さんはな、神だよねそれは。目の前にいる瞬間しか見えてないからね。キューちゃん牧師ともうな6年ぐらい前に対談してるからもういいよ。いいよ、別にキューちゃんと神様いるのかいないのかっていう議論してもしょうがないもん。俺神様会ったことあるし、再三悩まないよ、全然全く悩まないよ。いい感じだよね。でサンドイッチみんなで食べようって、おいしいねって、おにぎりも食べたいねってそしたらおにぎり明日作ろうってなるじゃん。それでよくない？何具を何入れようかなって、明太子食べたいけど明太子ないなとかさ結局お花咲いてなかったしな昨日とか花ってそもそもなかったな、どこにあったんだろうお花。でも何を描いてるかわからないけど素敵な絵を描いてる人と、何の楽器かわからないけど素敵な音楽奏でてる人いたから、まあいっかみたいなまあまあそんなもんだよな、花なんて最初から咲いてなかったんじゃないかなみたいな。いいじゃん、平和いいじゃない。天国ってそういうことだからね。昨日よりずっといい感じね。大事だね。大事だね。ありがとう。今日も天使、妖精じゃない打天使見えます。なぜ？何言ってるんですか？もうサンドイッチでも食べます？どうしたの？天使とか妖精とか打天使とか。もうサンドイッチ食べよ。プリンがいい？サンドイッチがいい？理由なんてないんだよ。天使がいたら天使だし、妖精がいたら妖精だし、打天使だったら打天使だし、どれがいいの？どれでもいいんだよ。好きにしていいんだよ。君が綺麗だなと思ったら、あ妖精さんだなとか天使さんだなでいいじゃん。で悪そうだなと思ったら、あ打天使だなでいいじゃん。それでいいよ。どれでもいいよ。神様でも悪魔でもいいんだよ。好きなように見て好きなようにすればいい。アイテムありがとね。そんなことよりアイテムありがとね。それだけ。今日郵送でさ写真買ってくれた人に、結局コンビニエンスストアに昨日行って、で着払いでこれお願いしますって言って、みんなさ着払いできるできるって言ってたから、できるんだと思ったら、できませんって言われた。ピッてバコで読むこと、えできるはずだぞってなって、ってなんでできないんですかって、できるって聞いたのにって言ったら、
黒猫ヤマトなんですようちってセブンイレブンの人に言われて、あそうなんだと思って、郵貯の貼ってあるんですけど黒猫ヤマトの貼りますって聞かれたから、郵貯のやつを貼ったので、で段ボール郵貯って書いてあるんで、黒猫や郵貯の段ボールに黒猫ヤマトの伝票貼ってあったらリスナーさん混乱しちゃうと思うんで持って帰りますって言って一回昨日持って帰ったので、リスナーさんに連絡してごめんねって、なんか土日でね遅れなかったからダメだったんですって、でコンビニでできるって言ったからコンビニ持ってったんですけどダメだったんで月曜日にゆうちょから送りますねって言ったの。そしたらリスナーさんが忙しいのにありがとうございますっていいんですよってお時間ある時でって言ってくれたから、あじゃあ月曜日にゆうちょから送りますって言って、で今日ゆうちょに持ってったの、郵便局に持ってったのね、その段ボールでっかいやね写真を入ってる段ボール梱包綺麗に梱包したやつを、そしたらさ郵便局開いてないのよ、シャッター閉まってて、あれおかしいなーって困ったなーって、もう送るって言ったから4日も経ってるんだけど、金曜日に梱包してたら夕方5時になって郵便局閉まっちゃって、土曜日日曜日でどうしようってなったからコンビニ行ったら黒猫ヤマトって言われたけど段ボール郵貯で、で月曜日に送るって言ったのにね、月曜日に送るって言ったのに月曜日祝日で郵貯閉まってるしもういいやと思って、私が出した結論は黒猫ヤマトで今日送ったんだよねそんなもんでしょ。で今日ごめんなさいっていろいろあったんですけどって、僕頑張ったんですと、いろいろあって写真を届けたくて、本当は早く届けたくて4日前に届けたかったんだけど、いろいろあったけど今日送りましたってそしたらいいんですよって、和道さんって、和道さんが忙しいの分かってます、和道さんがそれで頑張ってるの私分かるんで待ってますって、ありがとうってありがとうってそんな終わりなき私のデイズ終わりなきデイズを、うん、うん、ねえいろいろあるよね。あローソンに行けば正解だったんだ、あ伝票を書き間違えて2回ぐらい書いたりとかいろいろドラマがあったな。でなんか伝票くれた人はスムーズだったんだけど、伝票書き終わった人のなんかピッピピッピもたっついてるなと思ったらトレーニングって書いてあって、あそうかーって今日なーってわかんねえよなって、せっかくバイト始めてこの 2,3 日とか1週間ぐらいで U パックの着払いとかでなんかおでこにピアス入ってるやつ来たらそれはもたつくよなと、それはなんかイライラしたらダメだなって、この人もこの人でいろいろあるんだな、いろいろあるけどしょうがないなって、俺もしょうがないなって、みんなしょうがないよねって、そしたらねやっぱ俺のね放送見てくれてる人だからごめんなさいって、いろいろ頑張ったんですけど今日になっちゃいましたって、しょうがないよねって分かってくれたよね、うん、分かる分かるって、いいのいいのって、和道さんの写真が飾りたいだけだからいいのって、ところで和道さんこれ何が撮ってあるんですかって、いやよく分かりませんなんか綺麗だと思ったんで撮ってみましたって意味とかは全然ないんです、綺麗だなと思って撮ってみました。ああそうなんですねって、私もそう思いますって。そうですね。なんだかよく難しいことはわからないんですけど、綺麗だな、部屋に飾りたいなって思っただけなんでって。そういう時あるよね。うん、あるある。そういう
そういう感じ。しょうがないよね。しょうがないよね。いいサムネだね。好きだよ、そのサムネ、ムーニャン。ムーニャンって感じだよね。オレンジ色も素敵だね。なんかね。タヌキかな犬かな猫かななんかいいね、そのサムネね。何なんだろうね。なんかいいね。かわいいね。いいリスナーさんだね。わかんないけど、かわいいね。かわいいっていいね。いいよね。好き。何が書いてあるのかわかんないけど、好き、そのサムネ。ラブサイケデリコブームが来てますか？皆さんラブサイケデリコを聞いたの何年前？ラブサイケデリコ聞いてた人手挙げて、ちょっとわかるよ、ワドって。ラブサイケデリコ、私の中にラブサイケデリコいたよって、あの時でしょって。いる？ラブサイケデリコ聞いてる人います？聞いてた人。ラブサイケデリコに、ラブサイケデリコ、私の中にラブサイケデリコいたよっていう人いる？この中に。なんか最近私の中にラブサイケデリコがいて、ラストスマイルなんだ。違うんだよね、ユアソングなんだよね今。I'm singing to me, I'm singing to me、終わりな君の days。いや、ラストスマイル派だったの俺も。わかるわかるわかる。ラストスマイル暗いじゃん。違うんだよね、なんか。わかるよ、マキさん。俺もラストスマイルだと思ってたの。でも、なんか、ユアソングだなってなって、最近ね、ユアソング流してるんだよね。なんか、俺の中でまたラブサイケデリコが来て。なんでラブサイケデリコこんなに惹かれるんだろうって。すごいよね。あの、やっぱアーティストってすごいなと思うよね。まあ、サイケデリコってもう本人が言っちゃってるんだもんね。かっこいいよね。ラブサイケデリコにね、ね、本人がラブサイケデリコって言ってて。で、ね、終わりなき君のデイズってあんな素敵な感じ言われたらね、そうなんだよねってなるよね。俺のために歌ってんじゃねえかなって思う時あるんだよね、なんか。ラブサイケデリコからキリンジのエイリアンズ行って、ビョークが追加されたかな。あと、まあ締めはチンザドープネスなんだけどね。最近そんなルーティーンかな、作業してるときは。チンザドープネス好きだな、そうなんだ、僕たちは神様なんですよって言って。あとなんだっけな、なんだっけ、なんか聞いてますよ、いろいろ。音楽全然聴いてなかったけどさ、最近聴いてますよ、音楽。音楽聴いてる？みんな。なんかね、全部米津玄師に聞こえるよね。何聴いてもね。あれでしょって。米津だろこれ。違うって猫間に言われて。違うんだ。そうなんだ。全部米津に聞こえないですか、最近の音楽。いっぱいいるらしい。
元から聴いてた音楽はね、メロコアっていうジャンルで、まあ、パンク、なんか軽い、軽めのパンク、ノリのいいパンクロックみたいな、メロコアっていうジャンルとか好きだったりとか、ですかね。うん。なんか最近はね、なんかね、なんか薬やってる人の音楽ばっかり聴いてますね。まあもう年かな、なんかね、薬やってる人の音楽が一番いいなっていやそうでしょ、結局ね、ボブ・マーリーだってね、ジョン・レノンだってね、ガンジャマンですからね、ただのただガンジャマンですから、ね、薬やってる人の音楽が一番いいですよ。みんなもそうでしょ、うんうん、あーセックスピストルズか、うんうんね、なんで薬やってる人ってね、いい歌歌うんだろうね、うん、薬やってないやつの音楽とか聴きたくないもん今。うん、ノー FX ね、懐かしいね、うんうん、アスカ歌うまいじゃん、うん、シャゲは薬やってないからダメだと思ってるよ俺は。だからね、アスカがシャブやってるわけだからね、シャゲはだからなんかね、なんかコカインとアヘンとかね吸ったらバランス取れてたのにね、シャブでパキパキなんだから、相方がアスカがパキパキじゃん、冷たいやつシャブバンバン入れてるわけだから、だからだアヘンとかさ渋いところで締めたらね、すげえいいユニットになるのにね、ダメだ、薬やってないからチャゲダメなんだからうん、ミュージシャンとか全員薬やればいいんだよ。そうそう、ダウン系でね、いいバラード歌いそうだよね。ねえ、アップテンポのアスカに任せればいいんだよね。ふーんって。ふーん、はーんって。アスカいいじゃんね。アスカ嫌い？聞いてごらん。シャゲアスのアスカ。すごくいいよ。シャブいっぱい入れてるから、シャブなかったらあんなもんね全然聞けたもんじゃないよ。マッキーなんてね最高だよね、うん、牧原がね、牧原は、うん、それはやってますよ。あーでも不思議だよね、びっくりしたもんね、ツイッターでニュース流れてきて、ドラゴンアッシュのベースケンケン大麻で逮捕、あ、ドラゴンアッシュのベースだったんだケンケンって記事読んでみたの、気になったから、いやケンケンね、ね世代だから、あドラゴンアッシュのベースだったんだケンケン大麻だったんだって記事読んでみたら、ドラゴンアッシュのベースケンケン大麻で逮捕されます、次の行チャーの息子のジェシーも逮捕されました。あ、そうなんだ。ドラゴンアッシュのベースのケンケンとチャーの息子のジェシー大麻か。いや、ライズじゃねえかよ。ライズのメンバーのギターボーカルとベースだわ。どういうことだよ。ドラゴンアッシュもチャーもとばっちり食らいすぎだろこれと思って、すげえ笑ったもんで、超面白かったのが、いやすげえ笑ったよね、
ですげえ腹抱えて笑って、でケンケンのツイッター見たらなんかそんな人だと思いませんでしたみたいな書いてるやつがいっぱいいて、どんな人だと思ってたんだよ逆に聞いてみてえわ。あんなお前ライズのジェシーとケンケンライブ見たことあんのかお前って、行ったことねえだろって、そんな人だと思いませんでした、なんかライズすごい好きだったけど聞く気になれませんみたいな、聞いてねえよこいつって、ライズ絶対聞いてねえわと思ってそう、すげえやってそうなやつらがただ普通に捕まっただけなんだよ。そうで、それを怒ってるやつは絶対ライザーじゃないんだよね、うん、でおじさんとかも出て、絶対ライズ聞かないおじさんとかも出て、昔はなんかそういうドラッグカルチャーとかもありだったけどね、今は時代が変わったんだよってすごい上から言ってて、でもなんかツイッターのプロフィールとか見てても全然ライズ通ってないし、ライズ聞いたこともないようなおっさんなの。なんかすげえいいなと思って、そのいいじゃんなんかそんな人だと思いませんでした、怒ってます私、もうライズ楽しく聞けませんよみたいなのケンケンに、でもケンケン塀の中にいるから絶対ツイッターできないんだけどなとか、もうすげえいろんな面白さがあって、もう全部面白いわと思ってもうなんかもう全部いいなと思って、最高だなって、優しいよね、うん、でケンケンは道で拾ったってすげえ量の大麻持ってたんだけど道で拾いましたって言ってんのに、ジェシーは普通に僕の大麻ですっていうねそのなんかやっぱ真面目だからボーカルなんだろうなって、リーダーって感じがしたよね、リーダーって感じがするね。いや僕の大麻です責任感だけど、やっぱでロン毛のベースだからね、やっぱ適当だから、なんか海辺で拾ったっていうねケンケンね、うん、いいねそっかっつって、うん、ジェシーは多分ケンケンから大麻もらったけどそんなこと言えねえってなったんだろうね、ケンケンがケンケンからいつも分けてもらってたんだけど、ケンケンは売れねえよっていうね、うん、すげえなんかジェシー好きになったね、俺のタイマー、相方はすっげえタイマー持ってるけど道で拾うっていう、うん、ドラマだね、うん、無邪気だよね、でね、ドラゴンアッシュに迷惑かけんなよケンケンとか書いてたねドラゴンアッシュのメンバーなのかな、わかんない、誰かわかんない、なんかフォロワー3ぐらいのツイッターがねケンケンに噛みついてたよ、 KJ に迷惑かけんなよって。俺最初ねあれって、あドラゴンアッシュのメンバーの人かなと思ったんだけど、全然関係ない人がねすげえ怒ってたね、でその数ヶ月後にね、なんかドラゴンアッシュまたラップやってる熱いみたいな、なんかもうわかんないなと思った、この世界って、普通にケンケンいなくてもドラゴンアッシュって続くんだって思って、ケンケンがドラゴンアッシュ全然怒ってねえじゃんって、あいつなんで怒ってたんだろうみたいなKJ はやっぱラップいいねみたいな、これだよドラゴンアッシュはみたいな、ドラゴンアッシュラップまだいけんじゃんみたいな、ノーダメージだったからねドラゴンアッシュの方、なんかよくわかんないなって、ドラゴンアッシュのメンバーでもファンでもライズのメンバーのファンでもチャーでも KJ でもなんでもないやつがなんか怒ってるよ、なんか時代が変わったとか言ってるおじさんとかいるよ、すげえなーって、うん、うん、なあねかっちゃんね、辛いね、わかるわかる、うん、わかるよ、なんかね
八つ当たりしたいよね、わかるよ。大丈夫、大丈夫だよかっちゃん、わかるよ、俺わかるから。うん、なんかね、うん、なんか嫌なんだよね、むしゃくしゃするんだよね、わかるよ、ね、ごめんね、ごめん、ほんとごめんね、しょうがないんだよねえむーちゃんね、ごめんね、こんな世界で。うん、俺が作ったわけじゃないんだけど、なんか謝るよ、ごめんね、なんかわかるわかる、うん、ごめんね、なんか何もできなくてごめんね、かっちゃんねえねえ、俺生活保護じゃないんだけどね、ごめんね、なんか、うん、なんか八つ当たりしたくなるよね、うん、知ったかぶりたくなるよね何も知らないからこそ、そうだよね、笑ってる場合じゃないよね、ごめんごめんごめん、うん、30も過ぎた、え、笑ってる場合じゃないですよ、30過ぎたいい大人が無職で毎日遊び回ってどれだけまずい状況か分かってますか、うん、分かる分かる分かる、ごめんね、笑ってる場合じゃないよねそうだよね、真面目にねうん、わかるわかる、そうだよね、かっちゃん、うん、ね、うん、どうして嘘をつけるんですか、生活保護ですよ、あなたはね、え、うん、ね、ね、つらいねかっちゃん、つらいね、ね、うまくいかないよね、わかるよねねえ、うまくいかねえな、思い通りにいかないよな。いやだってねえ、かっちゃんね、頭にくるよね。ねえ、やだね。ねえ、うまくいかねえな。ねえ、わかるわかる。いや、わかるよ。俺はわかるわかる。うん。いいんだよ、かっちゃん。うん、しょうがないね。いや、おちょくってないよ。わかるよ。なんかね、真面目なんだよね。ね。わかるわかる。うん。うん、うん、タバコ吸ってくるわ、ちょっと、うん、
酒ね2杯ぐらい飲んでらない。よいしょ。お酒はね、さっきね2杯ぐらい飲んだね。お説教したいよね。わかる。正しいよ、かっちゃんね。不真面目。ちょっと男子ちょっと男子っていうね、委員長いたもんね。学級委員長、掃除真面目にやってよ男子っていうのいた。ほうきで戦ってたらすげえ楽しく戦うんだよ、うん、ねえキーさんね。ガシャンガシャンってほうきとね、しりとりでやったらちょっと男子っていうのいた、うん、大事大事、うん、だってそういうね、ご機嫌だよ、うん、そういう人がいないと掃除進まない、綺麗にならないもんね、うん、いたよね、うん、うん、掃除の時間だもんね、うん、大事、うん、偉いな、立派だよ立派だよ、ねえ、そうだよね家族のためにね頑張んなきゃね、みんなね、うん、ヒロポンさんいらっしゃい、いい小手半ですね初見さんいらっしゃい、ヒロポンか、いい小手半だな、うん、ねえ、家族のために頑張るべきだよねえ、彼女とかね、わかるよ、わかるわかる、うん、うん、大事、うん、ね、そりゃ怒るわ、そりゃ怒るわ、なんか猫間が買ってきてくれたミルクレイプ、逆転の発想だよね。ミルクレイプはクリーム多い方が正しいと思ってたけど、ミルの方が多いね、うん、ミル厚めだね、うん、その手があったかっていうね、うん、うん、ありがとう花火。バドさんの言う通り八つ当たりしてたのかも。なんかすっきりしてきたよ。たぬき枠でもいろいろ書いてごめんね。いいんだよ、いいのいいの、八つ当たりしたいわけじゃなかったわけじゃん。なんだかわかんないけどむしゃくしゃしてたんだよね別に俺が悪いとか私が言ってることがなんだとかじゃないんだよね。なんかイライラしてたんだよね、うん、なんかね、なんかムカついてたんだよね、うん、理由なんてないんだよね、わかるよ、うん、そう、全然ワド悪くないけどなんか見てたらムカつくんだよね、うん、でムカつくんだけど見ちゃうんだよね
で見たらなんか叩きたくなるんだよね。うん、で雑談たぬきにいろいろ書いてあること書いたら気持ちよくなるよね。スリルを味わってただけだよね。わかるわかる。ブロックされるかされないかっていうゲームだよね。わかるよ。いいの。うん、なんとなくだよね。理由なんかないんだよ。初めから理由なんかない。そうなる運命だったんだよ。ただな。いいのいいの。なんかね、人にね、意地悪したくなるときあるよね。わかるよ。誰が正しいとかね、よくいるじゃん。なんか安倍政権がどうのこうのとか言ってる人、政治家になる気なんかないのにね、安倍さんと会ったこともないのにね、言いたくなるんだよ。安倍政権はとか安倍の外交はとか安倍さんと会ったことも一回もないし、外交も一回もやったことないし、官僚でもないし公務員でもないんだけど、わかるよ。なんかあるよ。日本の最近の若いやつはとかね、なんとなくだよね。若いやつ知り合いに一人もいないんだけどね。ねえ、部下がいる風を味わいたくなるんだよね。部下がいて、なんか最近の若いやつは本当はアルバイトなんだけどね、トラックの運転手とかなんだけど、全然一人で仕事してんだけど、なんかね、演じてみたくなるんだよね。最近の若いやつはって畜生悔しいとかね、なんかわかんないけど、いやわかるよ。なんかね、そういうことだね。いや、やりたいようにやれやいい。そうそう。なんかね、つぶりたいとかね。焼き鳥を塩で頼んだら大人なんじゃないかって思う時期あるよ。わかるよ。タレですかって言いたいんだよね。本当はタレの方が美味しいのに。え、塩じゃないのみたいなね。塩だよねって言いたいんだよね。本当はタレの方が美味しいけど。え、タレで食うみたいなね、顔したくなるんだよな。わかるよ。本当はタレで食べたいのに。つぶりたい。素材の味、天ぷらも塩で食べちゃったりね。こんばんは。素材の味が塩が一番わかるんだよっつってね。生で食えばいいんだよね、そういうやつはね。ね、調理なんかいらないよね、素材の味知りてんだったら。そのまま焼きもせず、煮もせず、塩もかけずに生で食ったら素材の味がわかるじゃんね。ああ、抹茶塩ね。塩に、その塩勢にマウント取ってくる。その中でもね、塩勢の中でもね、まだそのゲームから抜け出せないね。もっとあるぞと。塩じゃなくて抹茶塩がさ、抹茶塩で食べてみなよっていうね、まだそのゲームから抜け出せない。終わりなき君のデイズってラブサイケデリコ言ってたよね。
分かった今つながったでしょ、俺が過去に伏線を張ってたラブサイケデリコの Your Song 回収したよ今。これがこのマッチャジオで終わりなき君の Days がね繋がったね。やっぱラブサイケデリコを聴かなきゃ、うん、よかった繋がった、うん、ね繋がったね、うん、やっぱやっぱね、つながっちゃうよね、うん、しょうがないよね、うん、全部つながってるんだよね、そうだよね、ワード2、うん、ラリってないの逆に、ちょっと待って待って、ラリってないの、うん、なんだよ、ラリってないやついんのかよワード2、うん、あのまともだった日なんかないよ、今日もおかしいって毎日おかしいよ、うん、なんだよラリってなかったのかよ、早く言ってくれよ、俺全員ラリってると思ってたわラリってないの、うん、あー山荘にいるの、おいでもうここやばいことになってるから今、うん、なんかね、うん、何だと思う？クイズ、何食ってるんでしょう？今南宋とかっていうかね、ね、南宋のミルフィーユですかみたいなね、南宋だったんだろう、うん、南宋でもいいじゃん、うん、音楽止まったわ、ダメだよ音楽止まったらダメだよ、みんな今いい気持ちだから、そうそう、ミルフィーユの中、いやいや、タイまでこんなんならないよいやだからね、そうなんだよね、ね、なんかガンジャマンの気持ちがわかんねえんだよな俺、うん、何食べたらそうなれるんだって、うん、何食ったらってミルフィーユしか食ってねえよ。ミルフィーユでここまで来れないってわかんねえわ。何食ってんだよお前ら。つぶりたいんでしょ。うん、安定剤とボンだな。通貨なるわ。もうだから出たよ、そのガンジャマンたちのマウント取りゲーム、うん、パニクってるっつって、ね、うん、いいんだよ何でもいいじゃん、何を食ったらどうなるとかねえから、うん、醤油でもソースでも塩でもいいわっていう、タレでも何でもいいよ、終わりなき君のデイズ、いいじゃん、草吸いたいやつは草吸えやいいんじゃないの、
蜂蜜食ってるね。蜂蜜食ってる。蜂蜜。いいね、甘い、美味しい。蜂蜜いいね。本当はなんかでも蜂蜜って体に悪いらしいよね。蜂蜜美味しいよ。蜂蜜なんかあれだってほら赤ちゃんには絶対与えちゃダメとか言わない？赤ちゃんに蜂蜜与えるのタブー中のタブーでしょ。なんかアレルギーで死んじゃったりすんじゃなかったっけ。本当はなんか大人もただ耐性がついて食えるようになってるため毒なんだよね。そうなんだよね。なんかダメらしいよ誰かが言ってた。もう俺は何が本当か何が嘘か分かんないから疲れたあそうだアレルギーだ。そうです。もうねなんかね頭のいい人とか権威のある人とか偉い人とかが多すぎて何が本当で何が嘘か分かんないの。もう疲れた。いろいろ言うじゃんなんか偉そうにさも賢そうに、まあ、賢いんだろうけどわかんねえわーってなそんな顔になってわかんねえ、あーすげえって、なんかすげえこと言ってる風だなーってすげえんだろうなーってわかんねえ、猫も大丈夫大丈夫。明日からすげえ元気になる。うまくいくよ大丈夫。猫も1ヶ月間ぐらいすげえ減らってたけど今日なんかいろいろ話して元気出た。大丈夫だよ。明日から多分配信やんじゃないかな。そうそう嘘か本当かとかね割り切れねえよな。簡単に嘘とか簡単に本当とかないよね、全部嘘だし全部本当だよね。本当だね。わかるわわかるわかる。うまくいくよ。これからみんなうまくいくよ。大丈夫。全部うまくいくよ。悩みなんかなかったんだよ。複雑なことなんてなかったんだよね。難しいことなんかなかったんだよ。全部ぐちゃぐちゃさせてたのは自分たちだったんだよね。大丈夫。いや長かったよ捨て頃終わってから長かったね。でも猫間が帰ってきたよちゃんと。俺の好きな猫間が帰ってきたから、大丈夫。
時間かかったけどちゃんと帰ってきた。そろそろ寝ようかな。1時間しかやらないって言ったけど結局倍の時間やっちゃったね。あるよね、1時間だけだよって。うんって、ちゃんと宿題やるって、ゲーム1時間しかやらないって言ってね、結局6時間ぐらいやるんだよね。うん、もうお母さんも寝る、3回ぐらい怒ってたけど、お母さんが根負けするって、まさか6時間っていう、うん、夕方に始めたはずなのにね、うん、夜中の12時までやっちゃうパターンね、うん、いや無理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 、7層に行くなんて無理だよ、うん、無理無理、殺す気かっていう、うん、しばらくいいや、瞑想はね、もういい、大丈夫、もうその期間は終わったね、答え出たから、うん、いいのいいの、もういいんだよ、俺が神様になるとか神様にならないとか、いいのいいの、それは俺の問題だから。本当に興味ある人がね、オープンチャットに連絡してくればいいだけだから、悩みがあったらここに来ればいいし、ここで書きづらかったら LINE も公開してるし、 Twitter の DM もあるから、悩んでる人は普通に連絡してくるよ、いいの、その人にだけやり取りすればいい。じゃあみんなおやすみ。また明日。おやすみなさい。